れた。うわ、タワーマンションだ。え、なんでネオギオンの近くに。うわ、めっちゃタワーマンションじゃん。うわ、すごい、これはすごいすごいすごい。え、マジじゃん。お、ここ鏡インダストリアルにしようぜ。看板つけとく。鏡インダストリアル買収済みって。うわ、書きてー。でもちょっと待って、木を掘るっつってもな。買収済みだけ書いとくか、これでいいか。いいじゃん、これでいこう。そういや、昨日タワマン買収されてたよ。え、どういうこと？買収ってなんだ。売約済み鏡インダストリアル。後株だ、後株だ。え、鏡さん前からやってなくね？しかもまあできてないんだけど、あれこれ全部買っ、え、売約ってことはでも買うってことだからね。博士さん甘いな、クレヨじゃないからな。買ったってこと？いや、買ったってことだからね。取り立て行くぞ。鏡インダストリアルにじゃあ請求しなきゃな。やったぜ。めっちゃ欲しいもんいっぱいあるからな。戦力眼8万個って言っとこ。やったー、ありがとうございます。博士さん家に請求書取りに行こうぜ。もらうぞじゃなくて、売約にしたのが悪い。買ったんだから、あの人は。あの人は自分の欲望に負けて買ったんだよ。甘いな。請求書ってどういう感じで書くんだ。 OK Google、 請求書の書き方、宛名、鏡インダストリアル。これで次のページ、金額、クォーツ、ブロック、うーん、何個にしよっかな。2万、いや3万ぐらいにしよっかな。戦力眼、これはいっぱいあっていいですからね。もう一棟建てられるようにしましょう。じゃあ5万スタック、砂砂利、2万5000、いや1万5000スタックにしとこ。あと何使ったっけ。あとガラスか、ガラス、これもだいぶ使ったからな。これは戦力眼ぐらい使うから5万スタックにしとこう。あ、エリトラね、エリトラ、まあ200個ぐらいにしとくか。あ、金がな、意外とないからね。金ブロックで請求しよう。まあ1000ぐらいにしとくか。いや1000、いや1000個じゃない、無理だな。1万個にしよう。ランタンいいね、ランタン、ランタン死ぬほど欲しいんだよな。ランタンやっぱめっちゃいっぱい欲しいから。あ、レンガ欲しいね、レンガ。まあ10万スタックぐらい欲しい。あとはなんか適当に、トミーとメイス、メイ、トミー名声と、いや、チャンネル登録者、ツイッターのフォロワーね、ツイッターのフォロワー8億人。あ、PS5 いいね、 PS5。 Twitter の公式マークも入れとこう。高い肉、ペットかの防音、ペットかの防音室付きマンション、かっこ 3LDK ぐらい欲しい。返品は不可。新人バーチャルライバー海田春。よしよし、博士さん家に届けに行こう、これを。待っててくださいね、博士先輩。請求書在中、海田、お支払いお待ちしております。よろしくでーす、博士先輩、よろしくでーす。階段のやつ見た？え、なに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 、後で見よう。え、なんか
え、なに？なんかされた私。あ、やべ、バレたあれ。バレるか。それそうだよな。あれ一番前に書いたもんな。なんか、バレたか？買収したこと。いや、まさかバレへんやろ。バレへんやろ。完璧な犯行だったのに。あ、ほんとだ。なんか増えてる。なんか書いてんだけど。期限今月？以下の通りに請求いたしますのでご確認ください。鏡インドストリアル株式会社代表取締役補佐私が置いたってバレてんじゃん。誰が言ったんだよ。バレてんじゃん。やばいやばいやばい。社長の金で買ったのに私ってバレてるじゃん。タワーマンション一棟グーズブロック1、10、100、3万スタック、戦力岩5万スタック、砂砂利1万5000スタック、ガラス5万スタック、エリトレ200個え？金ブロックラン、はぁ、富と名水とチャンネル登録者、ツイッターのフォロワー8億人、ツイッター公式文句 P55 って何？高い肉、ペットから防音付けマンション、サイルビケ返品不可、お支払い先エニーから二次三次プロジェクト所属、新人バーチャルライバー買えない。やかましはあいつ何言ってんねん。ほんまに違法やぞ。なんや？あ、PS5？ え、まだ持ってないの？雑魚だな、私も持ってないけど。だってさ、ぶっちゃけさ、あれ立てるのにさ、ランタン1、10、100、1000万、10万、100万、1000万 ?1000 万 ?1 億 ?10 億 ?100 億？やばー、これ、富と名声とチャンネル登録、やかましわ、ほんま。なんやんこれ。じゃあ無理か。え、どうしようかなこれ。考えよう、これ。あー、そうそう。あ、そうだ、ゆるみ、あのさ、やっぱり私の家まで来てほしい。あれやわ。請求書の件がありますので。え、請求書ってなんだわ。ちょっと来てください。請求されたの？そうなんですよ。助けてください、よるみさん。請求何したの？え、またなんか何もしてない。何もしてない。ここでね、この請求書残中っていうのがあるんですよ。間って書いてあるの？そうなんですよ。めちゃくちゃいい、あの物件があって買ったんすよ、私。え、買ったの？ふやけ。そう、買収で、え、社長の金で。こんなちょっと破格のやつはと思って、うん、うちの社長の、うん、あの大文字焼き大文字焼き、うん、と交換してもらう。え、大文字焼きと交換してもらうの？まあ確かに、うん、山だし、そうね、土地代高いかもしれない。土地だし、うん、うん、ええやん。はい、あ、全てをここに置いてきたっていう看板を立てて、大文字焼きに誘導し、うん、で大文字焼きまで来てもらって、うん、でトラップチェスト開けさせて、開いた瞬間に TNT で買えた爆破という計画を立てたんですよ。で、まあ、ここも殺していいの？うん、殺そう。あ、見て、あ、花畑バイオームだ。うん、来たんじゃない？来た。あ、これだ。どこに置く？大文字のどこに置くかによるくん、てっぺんにする？まあ真ん中潰したら、うん、全部行くかもしれないから足元の方がいいかもしれない。海野くんはどうやって倒すの？ TNT で爆破して、まあ、ワンチャン死んでもおもろいけど、まあ致死、まあ、ギリギリ生きててもおもろいかなみたいな感じやけど、殺さずに、うん、大文字を破損させる感じでいいのか。そうだね、うん。ここら辺からだ、絵的にさ、絶対に爆発したっていうのがさ、ちょっと見たいから、ここら辺にチェスト欲しくない？あ、じゃあカイナくんはもう死なない程度で破損させる感じでいい？じゃあにする？うどうしようかな。でも爆破させたいけどなぁ。
んでほしい。まあどっちでもいいけど、そうだね。じゃあ大文字の右側ぶっ壊すか。はい、じゃあつなげたよ、ここまで。ほんと？はい、 OK、 OK、 うん、これでいいかな。大丈夫そう？ちょっと待って、え、納品場所キーサーは X747Z953。 え、なにこれ、納品されてんの？ま、今博士さんいる？いないか、ちょっと見に行くか。そんな簡単に納品できるはずなくね。え、こっち人気ないぞ、罠か。うわ、うわ、え、ちょっと待って、は、これ社長の大文字じゃん。え、この上に何か やったってことか。あれか、ここです。カカミインダストリアル株納品書。ちょっと待って、あー、間に合い、怖っ、やばっ。は、え、博士さん、うわ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 、え、ちょっと待って、カイロ組んだのか。待て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 、カイロ君が組まれているぞ。壊した、おいおい、ちょっと待て待て待て、おい、卑劣だぞ。ちょっと友達100人ふざけんな。松坂牛 PS5 ドン、お前適当じゃねえか、その辺で拾ったやつだろ。名声夜見の15円、ツイッター公式チェック、生まれてないぞ鳥が。耳かき、耳かきいるなんつってないんですけど、一丁一丁この光を放つランタン、カイナハルの腐った肉、どこまでとも飛んでいけるロケット花火、これ欲しかったの。腹立つ、レンガ、ガラス、納品書、株式会社エニーカラー、二次三次プロジェクト、カイラハル様、新人バーチャルライバーがついてないの。納品書以下の通り納品いたしますのでご確認ください。 PS5 松坂牛友達100人名声、鏡社長からのありがたいお言葉、カイラさんタワマンすごくないですか。違うな、カイラさんタワマンすごくないですか、いただけるなんて光栄です。いや、こんなじゃないな社長、ちょっとむずいな。私の大切な大文字もなかなかでしょ。ぜひ見ていってくださいね。ところで、私の大切な大文字が破壊されたサインは法廷でお会いしましょう。おい、あー、まずいなこれ。博士さん、まずくないですか、カイダさん、これまずくないですか。いや、言ってそうだ、ヨルミさんと一緒に会ったヨルミさん、あかんやんそれは。いや、待て待て、よく考えよう、どうして、社長の好きなものってなんだ。あ、分かった分かった、社長の好きなものを、あの大文字の横かなんかに建築して、ベイブレードとか作って、鏡さんタワマンとベイブレードどっちが欲しいですかって、カブトムシ。あ、カブトムシ作る、あ、オッケーオッケーオッケー、作戦はこうだ、博士さん家に、いや博士さんじゃまずいな、どっかにカブトムシを作って、しかも光らせよ、しかもカブトムシを光らせる。鏡さんはこっちの方が好きだと思いますって言って、一回ここに試作品のカブトムシを作ろう。あ、思ったよりカブトムシだなこれ。なんでカブトムシ作ってんの？あれ？いや、考えるな。カイラ、今考えるな、まずい。てかもう移植するのだるくなったから、ここに博士さんに来てもらおうかな。マジで邪魔だって。カブトムシ作ってんだよこっちは本気で。邪魔すんじゃね？ボケが。
おーカブトムシだ。わーおーアメイジング。ここはこうだ。いいねー、カブトムシ光ってるねー。ここにさレバーあったらさ、これ通電してないけどさ、多分これをこれで開けようとすると思うんだよね。からこの下に赤石を仕込む。いけた。どこ爆破したろうかな。爆破が遠くで起きるようにしたいな。この辺で爆破させるか。ここに置くか TNT を。完璧だぜ。あ、やべ、なるほどね、自分が引っかかったわ。あ、まあ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 、なんかある、なんか言いたいことある。全然試運転ですけどね、これね、試しですけど。やめろ、そんな目で見るな。よし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 、行くぞみんな。やべ、新サバさん。これこれなんですか、これ行った方がいいですか。アイコって誰だよ本当に。321-527、これか、これか、これ何、これ、なんか入れるんだけど、これなんだ、え、なんか光ってる、エレクトリカルパレードやんこれ。あー、少し背の高いってこと、あなたの耳に寄せたおでこってこと、甘い匂いに誘われた私はカブトムシってこと。これこうピカピカ光ってるこのカブトムシがこれなんだ、これ入れるのこれ。なんかあるぞ、なんかあるぞ、なんかあるぞ。おわびの品。あ、社長秘書になったんだ、よるみ。納品物の確認をさせていただきました。しかしながら数および、品名が請求書内容と合致しておりませんので、またチェスト内を確認させていただいた際に事故が起きてしまったため、こちらをおわびの品として贈呈させていただきます。ブーメランって知ってる。ああ、返しとくからこれ。うざっ、なんや、うざっ。まあ、しゃあないな、これで許したろか。うわ、なにこれ、やばっ。あ、壊れたじゃん。あ、そういうこと、ブーメランってちゃんと作ってて草だわ。ちゃんと作ってる、すごい。あ、でも綺麗にここ残ってるよ。腹立つな、何やあいつ。爆発するにしてはちょっと遅いなって思ったんだよな。まあこれでもいいじゃん、ここでなんかここいい感じのあれだから、ここにガラス敷き詰めてカブトムシカフェ作ろうぜ。そうしよう、そうしよう。お客様ちょっと早いですね、来られるのが。何作ろうとしてるの。いや、カブトムシカフェですけど、何か何にも言わずに作ろう。もうこれなんか今までちょっと文書の取り交わししてたけど、文書の取り返しも何にもなく、いきなりカブトムシカフェだけ作って帰ろう。で、結局カブトムシカフェって何、カブトムシカフェってなんだ、わかんない。何
何もわかんない。あ、昨日のカブトムシそういえば、いやあれ見たんだよね普通に。どうしたか。え、何これ。は、ここは知らない。爆破のところまでは見たんだけど。は、改造されてんだけど。え、カブトムシカフェ。カブトムシカフェとは。え、カフェになってたわ。カフェになってた。知らないうちに。どういうこと。ほんでここは戻さないんかい。活用されて何、どうし、え、なんだこういう結末。どういう結末。カフェにされてる勝手に。でもちゃんとカブトムシなんだよな。まってことで、え、博士さん、ウパチル5万で売って売り上げは8割こっちにください。何言ったんだこの人。やばやばい人だわ。なるほどね、これで手打ちってわけですか先輩。とりあえずカフェができたってことで手打ちってことですね。なるほどなるほど。まあ、今回の戦はひとまず停戦ということで。